来い、急げ。の国に住む化け物と忌み嫌った伊賀忍者の本拠地に攻め込んだ。これ以上彼らの類のない忍びの術で秘密を握られたり謀略を欲しいままにさせてはならずと、5万の軍勢を投入して伊賀全土を焼き払い大虐殺を行った。こんな子供といえども見逃すな。いかものは根絶やしじゃ。伊賀は滅び、10年の歳月が過ぎていった。その間、天下の覇権は信長から豊臣秀吉の手に落ちていた。Thank you.
恥も厭わず関白に追従してみせるとは、さすがは古田抜きじゃ。三成殿は後追いなさらぬのか。わしもこうしてはおれん。服部半蔵を呼べ。半蔵？半蔵ならあれに。伊賀者に何用でござるか。正信はせっかくの跡取りを失った老人の悲嘆ぶりを見たか。元取りを切るなど自らを律することができなくて天下など御意。これから先何をしてかすか。